か分からへんけど、まあ言うわ。リリースイベントっていうのを私ちょっとこの前ランティスさんの方でやらせていただいてて、あのマーブルっていうシングルのね、その時にシャニマスの生放送をやってて、でたまたま同じスタジオやったんよ。でヨシピーがこう、あのシャニマス の, あのノクチルとソレイライト来てますよ、挨拶する？え、いや、あ、いや、いや、しとく、く、か、あ、あ、待って、どうしよう、みたいな感じで。いや、いや、でも、いや、私のこと多分知らんと思うしな。いや、知ってるって言ってたよ、見てるって言ってたよ。あ、マジっすか？あー、それは挨拶しないと失礼ですよね。あ、じゃあしますって言って、その控え室に行って、で、あ、で、あ、しましたエクシカエです、よろしくお願いします、あ、いつも見てます、ストレイライト本当に好きで、いつも応援してます、頑張ってください、今日の生配信も今度のライブも、はい、応援します、みたいな感じ。みんなのリリーベーで私に話してくれた感情を私は体験したから。ノクチルの方とは挨拶してないんですけど、あのストレイライトのお三人の声優さんとはご挨拶だけさせていただいて、ね、なんかその、樋口楓って言います VTuber の、って言ったら、あ、存じ上げておりますって声優さんの方に言われた、ありがとうございます、存じてらっしゃいましたかみたいな感じで、生まれて初めて存じてらっしゃいましたかっていうね、存じるっていう言葉を初めて使ったわ。すっごい3人とも礼儀正しかったし、もう本当になんか私みたいなね、あの得体の知れない VTuber に対しても本当にずーっとなんか深い お辞儀とかさ、丁寧な言葉遣いとかしてくださって、もうめちゃくちゃ本当に嬉しかったですね。これからも一生ストレイライトで、これメイちゃんのどこにビビッときましたかっていうので、あのね、私リリーベで